初代細胞を取り扱う際には、細胞の生存率と回復が損なわれないようにしなくてはなりません。そして、バイアルからなるべく多くの細胞を取り出す必要があります。通常、凍結保存された初代細胞は冷凍され、ドライアイスが箱に残っている状態で到着します。常に保護用具を着用した状態で作業することが重要です。すぐに細胞を取り扱わない場合は、気層型液体窒素容器にバイアルを保存してください。凍結保存された初代細胞は、気層型液体窒素タンク内で2年間、生存率を低下させずに保管できます。-80度以上での保存は、生存率が著しく低下する原因となりますので、ご注意ください。細胞を適切に取り扱うことで、バイアルからほとんどの初代細胞を取り出せます。